台湾には鑑定廟が100個以上ある？台湾って三国志が人気なの？関羽が祀られている鑑定廟が世界各地に点在しているのは皆さんご存知の通りです。しかしお隣にある台湾には鑑定廟が100個以上あることをご存知でしょうか？正確には鑑定廟ではないのですが、関羽を祀っている寺廟は少ないものも含めると100箇所を軽く超えます。なぜあまり知られていないのかというと、鑑定廟という名称ではないことや、地元の人たちだけでひっそりと信仰している場所が多いからです。そこで今回は台湾各地にある鑑定廟や関羽以外に祀られている神様、そして台湾における三国志人気について触れていきたいと思います。観光地としても有名な行天宮。関羽ファンであってもなくても台北に訪れたことがある人であれば、高い確率で訪れているのが行天宮。ここは市内にある松山空港からも非常に近く、また地下鉄などでも移動が可能なので参拝に訪れる観光客が多いです。祀られているのは五星恩師と呼ばれる人たちで、もちろん主神は関羽。他にも南宋時代に活躍した学費も祀られているので、中国史が好きな人なら楽しめる場所になっています。ちなみにお願い事はジャンルを問わず何でも OK です。巨大な関羽像がある関西堂。台北の観光ツアーに参加するとほぼ確実に訪れるのが有名な九份。そこから歩いて行ける距離に関西堂という寺院があるのですが、ここも関羽を主神として祀っているほか、さらに遠くからでも目視できるほど大きな関羽の銅像があります。この銅像は1991年に建てられたもので、高さ 10.5 メートル、重さ25トンにもなり、東南アジア最大級の純正な銅像としても有名です。建物や銅像があるのは山の上ですが、麓の海岸部では漁業が盛んであったため、道教における漁業と航海の神様である媽祖も一緒に祀られています。アクセスが悪い桃園院天宮。桃園院天宮は国際空港として台湾の窓口となっている桃園国際空港から台北市内へ入る中間あたりに位置しています。ただ山の中にあるため公共の交通機関では移動が難しく、車での移動が必須。そんな辺鄙な場所にある院天宮では、関羽以外にも諸葛亮が祀られていたり、観世音菩薩や横たわる釈迦像など仏教の要素も混じっている面白い場所です。こちらは青銅で作られた大きな銅像が多数あるので、それらを見て回るだけでも足を運ぶ価値があります。大観光廟の異名を持つ古気豊富天宮。台湾北西部に位置する新竹市には、道教の神様を多々祀っている古気豊富天宮があります。こちらは120尺36メートルに達する超巨大かつカラフルな関羽像が立っているのが特徴。関羽だけでなく、恋愛の神様と言われる月老星君や子宝を司る中世ニャンニャンなども祀られているので、恋愛や結婚、出産祈願を目的とした参拝客が多い場所です。またここでは種類豊富な関羽グッズが販売されているので、参拝した記念に購入してみてはいかがでしょうか。長雲も祀られている明徳宮天聖堂。台中にある明徳宮天聖堂では、関羽、関平、周宗、諸葛亮の他にかなりレアな長雲が祀られています。長藩において後を抱えて敵陣を駆け抜けた豪胆さや忠義に厚いことから、死後に神様としての地位を獲得したようです。中は広々としてて、三国志関連以外にも様々な神様が祀られています。場所は駅から多少離れてはいますが、アクセスもそれほど悪くはないので、台中観光のついでに訪れてみてはいかがでしょうか。伝統的な建築様式で作られた六甲鎮文武廟。台中よりさらに南へ行くと松下という場所があり、その郊外には県の三級古跡に指定されている六甲鎮文武廟があります。建立は1806年と古く、最初は文章帝君を祀る文士があるだけでしたが、その5年後に関羽を祀る武廟が建てられ、文武廟という形式になりました。また漢民族の伝統的な建築様式である三合院で作られているのが大きな特徴。その建築美だけでも一見の価値があります。龍関長が揃っている花遊鎮天宮。田舎町の鍵という場所には、屋根の上に劉備、関羽、張飛の像が立ち並ぶ花遊鎮天宮があります。主殿で祀られているのは
一面の関羽、関平、周宗ですが、面白いのは劉備と張飛の像があるだけでなく、主殿の隣に石兎馬を祀っている場所があることです。関帝廟は数多くありますが、石兎馬まで祀る場所は多くありませんし、ここでは石兎馬の像も立っているので、筆者のような石兎馬ファンには特におすすめの場所となります。国家指定の一級古跡、四天部廟。台南は台湾の古都であり、歴史的な建築物も数多く残っている場所で、四天部廟もその一つ。建立されたのは1665年頃という記録があり、現在では国の一級古跡に指定されています。こちらも関羽だけでなく、恋愛を司る月老が祀られているので、結婚祈願や恋愛成就を目的として訪れる人も少なくありません。台南の観光名所である石棺楼にも非常に近いので、観光のついでに足を運べるお得なスポットと言えるでしょう。台湾における三国志人気。台湾は近代になって福建省など中国南部から流れてきた移民が多くいます。関帝廟をはじめ、台湾における中国文化はそうした移民が進む中で持ち込まれたものが大多数です。また現在の台湾人は、原住民の家系を除けば移民をしてきた人たちの末裔が多く、彼らは漢民族としての価値観や誇りを持っています。そうした人たちにとって、三国志は他国の歴史ではなく、自分たちの祖先の歴史です。関羽人気の高さは中国と同じですが、中には責任者の意向で劉備や張飛を祀る場所もありますし、儒教的な考えから人中報告に徹した諸葛亮や張允を神様とする場所もあります。近代では日本と同じように二次創作物が増えた関係で、それまで以上にコアなファンが増えています。三国志ライター TK の独り言。筆者が初めて行ったのは大阪の関帝廟です。修学旅行の際にこっそり個人行動をして、地図とにらめっこしながら、やっとの思いでたどり着きました。そこから時を経て台湾の行天宮を訪れるのですが、駅から近いので迷いませんし、街中にある小さな持病にさえ関羽が祀られているので、あまり感動もありません。ただ中には張允や石兎馬など他とは違う対象を祀っている場所もあるので、台湾にある関帝廟を訪れる際は事前に調べてから訪問すると楽しみも増えるのではないでしょうか。